私は小学校の教師であり、2児の母でもあります。私が入学式の日にするお話をお聞きください。学校生活のスタートをうまく切るためのお話です。本日はお子様のご入学おめでとうございます。大きな喜びとともに不安も終わりではないでしょうか。一番の心配は、お友達できるかしら、いじめられたりしないかしら、ではないでしょうか。帰ってきて、なんちゃいそうなのに悪口言われたり叩かれたりするんで、なんて言われたら心配ですよね。でも大丈夫です。実は相手のお子さんも家で全く同じことを言ってるんです。例えばこうです。おはようと教室に入ると、もうみんなちゃんと座ってる。慌ててランドセルを下ろして、蓋をポーン、金具が前の子の頭の後ろにゴチーン、いったー叩かんとってよ、叩いてやないわ、嘘つき、ポカポカ。どちらも自分は悪くない、悪いのは相手の方だと思っています。まだまだ自分のことしか見えていませんからね。似たようなことがあちこちで起こっていますが、しばらくするとすっかり忘れて楽しそうに遊んでいます。でもお家に帰るとその頑張りがプツンと切れて、なんちゃ人なのにとなるわけです。そんな時あなたはどうしますか？1番、言われたら言い返しなさい。やられたらやり返しなさい。これはまずいです。だって相手は自分が悪くないと思っていますから、あなたのお子さんがいじめっ子だと思われてしまいます。じゃあ2番、そんな悪いことは遊ばないようにしなさい。これもまずい。何かあるたびに友達が減ってしまって、友達の作れない子になってしまいます。3番、あなたも何かしたんじゃないの？正直に言いなさい。これをやると子供は困ったことがあっても自分で抱え込んでしまって何も相談しなくなります。それではどうしたらいいでしょう？そう、つらかったわね、頑張ったわねと受け止めてあげればいいんです。子供は学校では辛いことがあってもこんなに頑張ってるんだっていうことをお家の人に分かってほしいんです。次の日行ってきますと元気に行くようならこれは順調です。でもね、あの子が痛いとか朝行きたくないとか言うようでしたら、これは注意信号です。すぐお知らせください。私がちょっと気にかけて見てあげるだけでなんとかなることがほとんどです。お家の方の協力があって初めて学校生活はうまくいきます。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。子どもはいずれ親の手を、教師の手を離れ自分の力で生きていきます。私たちにできることは、必要なことを教えたら、あとは子どもが困ったときいつでも相談に乗れるよう、そっと後ろでいて見守ることではないでしょうか。